イロンの登場です。万能だよね、ヘアアイロンって。これさえあればアイロンもできるし。本来できないんだけどね。結構最近ドラマの再放送とかもいっぱいやってくださってて、なんか、懐かしいドラマとかもやってて、なんか最近昔の夢結構見るんですよ。すごい影響されやすくて、私見たものとかに気持ち、なんだろう、夢すごい影響されやすくて、よいしょっけ、これで塗っていく。これはこれで小さい気もするけど、でもこんなもんだよね絶対。あと最近オンライン〇〇って流行ってるじゃないですか。私も最近よく友達とオンライン電話してて、だからちょっとなまりがち。なまりがち。いやもう何が楽しいんだろう。今元も子もないこと言ってもいいですか？このシルク生地っぽい風呂敷はちょっとマスク作りに向いてないかもしれない。なんかちょっと後で見せるんですけど、手ぬぐいっぽい生地の方が向いてるかもしれない。全然見えてないよね、みんなに。縫ってるよ、ちゃんと。足の上で。私、コロナが収まったら、収束したら、速攻一旦福岡に帰るから。そしたら福岡でも動画撮ってくるね。ちょっとこれ宣言しとく。P にも宣言しときます。ちょっと私コロナ収まったら速攻一旦福岡帰るんで。頑張ってお金も節約しなきゃ。うん。これぐらいな気がする。はい。すごい横長い。なんかこのマスク。ちょっとへにょへにょだな。ちょっと待って、その前に、はい。用意しておいてくださいと言ったこの、使用済みマスク。この使用済みマスクを切ります。ここの、この部分に切り込みを入れます。すると、この部分から、なんと、一本の、棒が出てきます。こういうやつ。これを、マスクの、ノーズ部分。ノーズ部分。に入れます。ここ、こうやって。すごい引っかかってる。頑張って。全然入んない。何が引っかかってる？こっち側から入れよう。ちょっと待って、私が何回も塗ったからだよね。どこが入り口でどこが、ここだな、ここだな。え、びっくりするぐらい入んないんだけど。なぜゆえ、なぜゆえ。でもね、私はね、このね、この部分を塗ってる時からね、ちょっとなんか、やばいなとは思ってた。このちゃんと円になってない感じが。いった！よし。これで、ちょっと鼻の部分にこうくるようにします。そしたら、このマスクの、そう、ゴムも本当はね、なんか、100均とかに売ってあるゴム探してたんですけど、ないので、このゴムをもらいます。で、これを結びます。そう、だから使い捨てマスクはすぐに捨てずに取っといてほしい。こうやってつなげます。ここに入れて、折り曲げます。こうやって。そう、問題はね、このゴム部分がね、一つのマスクからさ、一つしか取れないってことがちょっと一つ大きな問題で、ね、私もね、今日ゴミの日で、全部捨てちゃったんですよ。使ったマスク。で、また、ヘアアイロンでこうやって型をつけてきます。
からちょっと今日はね片耳しか仕上がらないっていうお知らせを先にしておきます。仕上がらんのかいってね。この部分を縦部分を塗っていきます。ここも縫い目が前に来る場所だからちゃんと見栄えがかっこよくなるようになんですけど、ここは結構もう最後なのでいろんな布という布が重なってるから結構分厚いからみんな怪我しないようにね塗ってね。ちょっと最近おこなのが高額転売が多すぎて、おこです。なんか本当に求めている人のもののところにそのものがいかなくて、誰かが手に入るはずだったものを手にして、それをそれ以上の値段で売ろうとする人たち、おこ。のどさん、おこ。はい、お給牧場です。できましたー！マスクの完成でーす！ちょっとちょろちょろ出てきてる毛はカットします。はい。ちょっと、片方ないんですけど、マスクすると、こんな感じ。他にもね、ちょっとこれもゴムなくて作れてないんだけど、こういうマスクだったり、あとちょっと、プリーツとか入れると、こんな感じになります。これも私には大きいんだけど。だいぶ大きい。はい、ということで今日はマスクを作ってみました。皆さん、いかがでしたでしょうか？みんなもよかったら、マスクないなって人は、一緒にこの動画を見ながら作ってみて、しっかり、手洗いうがいもして、予防してまた元気にお会いしましょう。この動画が最後、せっかくだからつけよう、これしかつけれないな。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。以上、のどかのはゆうち